日の、ワンヌ海、これから、収録の方を始めたいと思います。本日は、私と、皆さんがもう大好きな HK ゴスロリマンゴー仮面さんの、まあ、珍しいこの二人での、はい、収録となりますが、まあ、今夜はどんな放送事故が飛び出すのか、非常に私は期待をしております。まあ、普通放送事故を期待しちゃいけないんですが、なぜか彼を見ていると期待してしまう私は、はい、絶対におかしくはないんじゃないかと思っていますが、皆さんもさりげなく期待をしているんじゃないですかね。はい、ではこれから、今日の、ワンヌ海始めたいと思います。はい、本番5秒前4、3、2。4月の11日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌ海の時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市城間通りにあります特定非営利活動法人手だこ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキング手だこ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、タクシーのパーツと自動ドアのことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。なおこの放送は YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りさせていただいております。さて皆様、お久しぶりでございます。私、当番組メインパーソナリティのボギーテドコンでございます。まあ、2週間連続お仕事で、今日はねラジオ出られなくてもん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 していたんですが、まあ、その間非常に沖縄ではいろんなニュースがね飛び出てまいりまして、まあ、今日も喋らなくちゃいけないということについてガツガツ言ってみたいと思います。さて、今夜の私の相棒を務めていただきますのは、まあ、皆さんご期待の毎度毎度放送事故をかましてくれる HK マンゴー仮面さんでございます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、この二人で50分お送りさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様、改めまして、こんばんは。当番組メインパーソナリティの、ボギーテトコンでございます。まあ、沖縄、まるで、ね、梅雨に入ったかのような、曇り空がずっと最近は、続いておりますが、まあ、この水不足、本当に深刻な状況になっておりまして、まあ、かなりね、まとまった雨が降らないと、もう 50% 以上の貯水率は見込めないのではというような感じになっているんですよね。うん、まあ、そんな中でですね、私一つ考えたことがあるんですけど、まあ、沖縄県知事がですね、マンゴーさん、はい、一生懸命節水しましょうって呼びかけているんですが、それについての効果についてマンゴーさんどう思います？いや、節水はもちろんわかるんですけれども、はい、いや、節水やるんだったら無駄遣いしないっていうのを言いたいんであれば、お金を無駄遣いしないっていうのも大事であって、負ける裁判に何度も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 唯一のようにお金使うのはどうかなと思うんですけどね。はい、全く節水とは関係ない話になってしまいました、本日も初っ端から暴走気味のマンゴーさん、皆さんどうぞ、はい、ご容赦願いたいと思います。あとそのお金の件に関して言うと、そうやってあのお金があるんであれば、もうちょっと海水を汲み上げる設備をあの整備したりとか、そういう提案とかがやってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。まあね、私は正直言いまして、知事が節水を呼びかけるのは、これ、何も素晴らしいことでも何でもなくて、まあ、県のトップとして当たり前のことだと思うんですよ。はい、ただね、これ呼びかけるだけではやっぱりダメじゃないかっていうのが私の考えでありまして、ほうほう、まあ、今日ね、このスタジオから見える、沖縄の、まあ、個人の住宅やアパートの上に、丸いね、なんか、はい、宇宙船のようなものとか、中にはビールの缶みたいのとか、四角い箱みたいのが乗っかってるんですけど、これって実は、はい、水タンクなんですよね。沖縄では過去そういった断水がね、頻発したせいか、まあ、各家庭でこういった水タンクをね、装着するのが、まあ、普通になっておりまして、まあ、最近こういった水タンクつけないお家も出てきましたけど、ついてるお家とかアパートが多いんですよね。はいはいはい。まあ、こういったところは、例えばですね、夜間断水になったとしても、そのお家では断水にならないんですよ、うん、普通にやっぱり水が出ます。まあ、節水にね、節水にやっぱり徹することは大事だと思いますけど、こういうふうに、まあ、各家庭にあるタンクに入ってる水っていうのは普通に使えるものですから、はい、こういったところから普通に水を使っていると、夜間断水してもほとんど効果はないんじゃないかと。そして朝になると、今度はその使った分が一気にまたね、タンクに上げられていきますから、まあ、水の使用量がね、メーターがボーンと上がっていくっていうような感じになると思うんですよ。まあ、これ各家庭でそういった断水に備えての自衛策なんですけど、うん、まあ、こういったところでね、タンクがあるお家は節水といっても普通に水が使えるんであれば、そんなにね、本当に我慢するっていうことはないんじゃないかっていうふうに思うわけなんですよね。うん、まあ、残念ながらうちの私のお家は築62年ぐらいの古民家でございまして、そんなね、水タンクなんてないんですよ。ですから断水すると完全に水が止まってしまいますから、まあ、その時にはもうね、本当に水を使うのを我慢するしかないと。まあ、そういった中で、これただ呼びかけるだけでは私やっぱりね、これ役に立たないと思うんですよね。うん、まさにマンゴーさん言った通りでございまして、まあ、今予算の話がマンゴーさんから出ましたけど、私一つこれ県の方にね、提案が実はあるんですよ。これ何かと言いますと、こういうふうにね、貯水率が下がって、まあ、断水の危機が迫った時になって、初めて節水しましょう、節水しましょうというんじゃなくて、普段から私たち一般市民が、そういった水道水を節水するにはどうしたらいいかっていうことをね、やっぱり考えないといけないと思うんですよね。うん、まあ、そういった中で私の一つの提案なんですけど、
各家庭にですね、いわゆる雨水をためるね、タンクとか、はい、雨水をためるタンクとか、もしくは、この地域にある、個人の住宅にある井戸ですね、それをやっぱり活用すべきだと思うんですよ。で、特にこの井戸についてはですね、まあ、最近の井戸っていうのは、あるところも電気式で、ボタンを押すとね、ブーンと組み上げてきますけど、能登半島沖地震、能登半島の地震を見てわかるように、水道が止まった時には電気も止まるんですよね。災害の時には。はいはいはい、つまり、モーター式の井戸だと、水がこれ、出てこないわけなんですよ。うん、ですから、このね、ポンプっていうのは一つ大体、ものの値段で3万円ちょっとで買えるんです。実は、この手漕ぎポンプ。ラジオを聞いてるね、タクシーの乗務員の皆さんも、手漕ぎにね、キコ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 とやると、井戸からね、本当に透明な水がね、ブワーッと出てきたのを覚えてると思いますけど、私はこれをですね、県や国の補助で、各家庭で、もともと井戸があるところで、井戸水をね、再度使いたいというところには、これ補助を出して、ポンプをつけて井戸を復活させていいと思うんですよ。うん、で、この井戸を復活させて、その井戸水を庭にまく水とか、洗車に使う水とか、あとトイレに使う水とか、そういったことに使っていれば、普段からの節水というのにつながると思うんですよね。うん、そして何よりも、大きな災害があった時に、電気が止まったと。その時に、この手漕ぎ式のポンプであれば、水出るじゃないですか。はい。はい。能登半島地震では、水道も止まった。それ電気も止まった。本当に大変なことになったんですよ。うん、人間というのは3日間水を飲まなかったら大変なことになるんですけど、うん、こうして手漕ぎポンプのね、ポンプつけて井戸水をね、使えるようにしていれば、緊急時にはそこがいわゆる水源になるわけですから、うん、そういった時に人の命を救うことにもなるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。うんうんうん、まあだからね、デニー知事、外遊に行って3000万ぐらい使ったとかね、裁判でも相当お金使ってますよね。ですよね。何千万ってお金使ってますよ。はい。これ、皆さん、ポンプ1個、4万円以内で買えるんですよ。ほう。ね、取り付け工事入れてもそうかからないと思うんですけど、例えばそれの8割、9割を県が補助をして、残りの1割は自己負担をする。その代わり、災害時には地域にこれ開放してねっていう約束をさせてね、やれば、私普段からのやっぱり水道の使用量ってのはかなりやっぱりこれは削減できる。うん、あと、雨水。はい、はい、雨水ね、本当に大雨降ると道に溢れて流れていくじゃないですか。はい、ね、特に大きな建物とかでは、こういった雨水を貯めるタンクあるとこありますけど、個人の住宅でもね、必要なところにはこういったのつけてもいいんじゃないかと思うんですよ。うん、で、フィルターつけてその水を、まあ、トイレに使うとか。まあそういったね、目に見える形の節水を普段からやらないで、ね、水が少なくなってから慌てて節水しましょうなんて言ったって、私これはね、あまりにも行政として無責任だと思いますよ。うん、だからね、今後やはり沖縄の水使用量をね、減らすためには、地域で、井戸があるところはその井戸を復活させるね、手段を取ること、あと雨水をね、利用できるような、そういったものを作ること、それをね、普段からやっぱりやっていく。こういったところにお金をかけるのが、いわゆる生きたお金の使い方であってね、負けると分かってる裁判にお金使ったりですよ。ね、わざわざ90秒の演説するために、ジュネーブまで行ってね、何百万使うような、そんなことってやっぱりこれ死に金だと思うんですけど、どうですか、マンゴーさん。そうですね。で、まあ、今までも何回か雨降ったことあったんですけれども、沖縄本島全体で。ただ、雨雲レーダー見てたら、那覇周辺、南部とかだと結構降るけど、北部は少ないなって思うようなこともあったんですよね。そういうパターンの降り方も。だから、その、那覇で多く降った時っての多く降った分を、
まあどっか沖縄全体に回せるようなやり方とかも考えた方がいいんじゃないかなと思いましたね。はい。ですから今後ですね、やっぱり行政が作る例えば体育館とか建物とか、はい、そういった時にはその地下にですね、やっぱりこういった水を溜めるタンクをね、一緒に併設してもいいんじゃないかというふうに思うんですよ。まあタンクも必要だし、あとシェルターも必要になりますけど、はい、まあ、こういったことを全く提起しないまんまニコニコしてテレビに出てきてね、皆さん節水に協力してください、えぇってやったってね、私これあんまり効果ないと思いますよ。いや政治家だったらね、口控えじゃなくて、やっぱり目に見える形で節水につながるようなアイデアっていうのを出さないといけないんですよ、うん、それが今の政治見てると、誰もこれも節水に協力しましょうってしか言わないじゃないですか、はい、そうじゃなくて、じゃあ普段から節水するにはどうしたらいいのと、水道水をね使う使用量を減らすにはどうしたらいいのっていう前向きな提案する政治家っていうのが全くいないんですよね。ですね、まあ、こういったところは私本当に残念でならない。本当にね、ノスタルジーな子供の頃にね、一生懸命キコ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 と手でね漕いでると、しばらくするとその手応えが重たくなって、透明な水がブワーッと出てきた、ね、手押しポンプの記憶がある人いっぱいいると思いますよ。それをね、例えば会社とか、あと地域のね、公民館とか、あと個人のお家とか、そういったところで復活をさせて、それをね、散水に使う、あと車の洗車に使う、そしてね、それを今度タンクに移して、トイレの水に使うとか、うん、そういったことをやるだけで、私、この水道水の、ね、節約かなりできると思いますよ。うん、そういったことをしないでね、切羽詰まった時に節水しましょうっていうだけでは、これはね、私政治のね、責任放棄だというふうに思ってますけどね。うん、まあ、ぜひね、このラジオを聞いた政治家の皆さん、そういったね、今目の前にある水資源っていうの、それをね、見て見ぬふりをするんじゃなくて、やっぱり活用するっていうこともね、考えるべきだというふうにね、私は思っております。では、本日ですね、1曲目、音楽流してみたいと思いますけど、まあ、そろそろ梅雨の時期入るかななんて私思っていますけど、今日ね、まず皆さんにお届けするのは、稲垣潤一さんのナンバーからお送りします。雨のリフレット。はい、ということで、今日はマンゴーさんとサシの勝負の、湾の海でございます。今日はですね、マンゴーさんすごい張り切っているんですよ。いろいろ言いたいことが山積みということでございまして、まあ今日はね、マンゴーさん後でラジオで喋りますけど、先日とあった津波の話をやってみたいと思いますけどね、はいはい、まあそれについてはまたね、放送の中でいろいろお話をしますけど、それとあとこういった普段のやはり SNS、はい、SNS の情報発信についてですね、はい、今日はマンゴーさんといろいろ詰めてみたいと思います。まあ、最近は会社の中でね、テレビもない、ラジオもない、そんなとこいっぱいありますよ。実はうちの事務所もテレビもラジオもないんですよ。マンゴーさんのところどうですか？まあ、私のところもないですし、前のこういう災害時の緊急情報だと、やっぱりスマホが頼りですね。はい、そうなんですよ。最近はね、やっぱりテレビラジオじゃなくてスマホで情報を、ね、入手するっていうのが多くなってるんですけど、それが沖縄ではどうなのかっていう現状をね、今日はマンゴーさんとずけずけとお話をねしてみたいと思いますけど、いやー、マンゴーさん、この前の津波慌てましたよね。いや、私がちょうどいたときところってのは、海抜そんなにない低いところだったんですよ。うん、で、そんなところに、3メートルの津波が来るから逃げろって、まあ、スマホがもう、けたたましくなってたんですよね。いや、ここで3メートルって、
いや、この辺の本当に来たら建物の1階ってほぼほぼ全滅するんじゃないのと思っても、うん、気が気じゃなかったですね。はい、いや私もね、本当に海抜2メートルのとこに実はいたんですよ。海抜2メートル。はい、そして車で反対車線に逃げようかなと思ったら大渋滞。いやーすごかったですね、あれは本当に。まあ、それについてはまたね、あの放送の中でいろいろ体験談としてね、お話をさせていただきたいと思っております。はい、さて、今夜もですね、マンゴーさんいい調子で番組は進んでますけどね。はいはいはい、今日はあのマンゴーさんにもいっぱいいっぱいいろいろ喋ってもらおうかなと思っていますし、特にね、まあ先週一生懸命岡部さんと頑張って喋ったのがなんか新回っていうことで結構面白かった。あ、そうそう、面白かったです。前編放送事故という感じでね、もう君は何が言いたいのかねっていうような感じで非常に面白くて、もう途中でチャンネル変えられないっていう感じだったんですけどね。時々やっぱり皆さんマンゴーさんメインに据えるってどうですかね。マンゴーさんメインにいいですよね。あのぐらいできたら多分大丈夫じゃないかと思いますけど、たまにはこの席交換してマンゴーさんメインで私と岡部さんがサブで入ってね喋るのもいいかななんて思っていますけど、マンゴーさんどうですか。たまにはメインは たまにはい、あのぐらいできれば絶対面白い、うん、あ、ネタはしっかり、君いつもネタがいっぱい持ってるもんね。いつもね、彼勉強家なんで今日は持ってきたんですけど、この前なんか本当にそうです、1センチぐらいなんか資料持ってきてモンモンしてましたから、結局全然使わなかったんですけどね。まあそういうふうに普段から一生懸命資料集めてねやってる勉強家、まあ情報担当なんで、皆さんこれからもまた生温かいね応援をねしていただきたいと思っております。まあただいろいろ本とか仕入れたりしてますけど、読むのが追いついてないっす。さんのナンバーから雨のリフレットをお送りいたしました。さて、先週というかね、本当にこの沖縄中がもう大慌てするとんでもない事件が実はマンゴーさん起きたんですよね。あ、まあ沖縄県 全体的に津波警報が発令されました。はい、何日でしたの。4月3日ですね。4月の3日3日の9時で、9時頃でしたよね。平日の水曜日の9時だから、もう平日のもうちょうどもう仕事とか学校が始まったっていう時間ですよね。でね、これあのちょうど始業時間ね、会社が始まる時間、その3分前ぐらいにもうみんなのこの携帯がね、けたたましくなったんですよ。そうですね。で、私はもうね、アラートが鳴ったんで、まあ、どっかで地震でもあったのかなって見たら、津波警報、ね、波の高さ3メートル、沖縄県全域って載ってるもんだからびっくりしたんですよね。はい。で、3メートルですよ、皆さん、3メートル。で、実は私その時にいた場所が、標高2メートルのところで、あのアジア川の近くだったんですよ。はい。で、この津波っていうのは川から登ってくるじゃないですか。ああ、はい。川から登ってきて、川のところはさらに高くなるんですよね。はははですからね、私あの慌ててあのちょっと荷物とか片付けてトンズラここをと思って道の方を見たんですよ。すると、まあ、この警報が鳴ってだいたい10分後だったんですけど、はい、環状2号線、首里向け、大渋滞。もう全くね、車が動かないような感じになっていたんですよね。もうそれを見て、あ、これ車で逃げること無理だって言って、車を、あの、渋谷の会社の駐車場、仕事でたまたま来てたもんですけど、もう貸してくださいねっていうことで車置いて、
そのままその裏手の高台に徒歩で逃げたんですよ。まあ高台って言ったってね、せいぜい10メートルぐらいの高さなんですけど、もうそのね、高台にまたお家とか建ってたんで、もしもっと大きな波が来たらもうこのお家によじ登るしかないっていうことで目星つけてたんですよね。まあ当然も車は低いところに置いてるんで逃れちゃうし、もう仕方ないなって、本当命こそ宝だなっていうふうに思っていたんですけど、その時マンゴーさん何してました？ですね、その時はもうちょうど草原寺通り沿いにいたんですよ、うんうんうん、で車があったんですよね。あそこも川がありますからね。あそこも川がありますし、うん、まああの辺って海からそんなに離れてなくて川があって、まあ那覇市内では低いところだったんで、でまあそんなに距離ないから新都心小室町方面に逃げたんですよね。で小室町方面だと高いんですけれども、やっぱりそこからもそこでももう車道もやっぱり高台向けに混んでますし、歩道を見たらもうすごい人でいっぱいだったんですよ。はいはいはい。でやっぱり念のため考えたらより高いところを目指した方がいいなと思って、浦添向けて走って、でパイプレインから右折して浦添のタクシーとか京塚方面に逃げましたね。道混んでなかったですか？登るところはやっぱりちょっと混んでましたね。まあその登り道の途中にもいろいろ曲がる道があったんで、そこから車分散していったという感じですね。いやね、本当私思ったんですけど、こういった緊急事態、まあ、沖縄にはね地震もないし津波も来ないよなんて思ってる人いっぱいいると思うんですけど、うん、まあ、今回のこの津波の高さ3メートルはこれ本当に衝撃的でしたからね。いや私その時思ったのは、これ車で逃げたら、はい、もう絶対に間に合わないと、はいはい、特に低いところ、例えば浦添だと入り島とか実着とか、ね、あの辺り港湾とか、ね、長だと若狭とかね、はい、あの辺りですよ。そういったところから高台っていうとかなり離れてますよね。高台は自分がいたところから首里の高台までは普通に走っても車でだいたいそうですね15分ぐらいかかるんですよ、うん、普通にね、普通に走ってですよ。ところが先日のようなね大渋滞になったらこれ1時間ではまず着かない。ところが津波はあと、20分から30分ぐらいで到達すると、そうなると車に乗ったまんま津波に流された人が続出してですね、私たくさんの犠牲者が出たんじゃないかと思うんですよね、うん、まあ、特に浦添なんかは八布施通りから、この浦添市役所に上がる幹線道路、はいはいはい、まあ、メインストリートですよ。あここ片側一車線しかないんですよ。実はここの上に上がる車で渋滞、もうどこ行っても本当に車で渋滞して前に進まないような状況が生まれていたんですよね。で、いろいろ情報を調べてみると、沖島さんっていうなんか交通情報とか発信されてるアカウントがあるんですけど、そこ見たら宜野湾ではもう伊佐から普天間三叉路に上がる道っていうのがもうこの時だけはもう降りる車線も全部開放して、全部58号から登れるようになってましたね。そう、これね、私見てびっくりしたの、これ本当に沖縄県警そして宜野湾署あっぱれだと思ったのは、はい、小西交差点から普天間に上がる坂道ですよ、はい、普段そこが、上り2車線下り2車線なんですよね、はいはい、ところがその日警察が、この海に向かって降りていく道を車線規制をしてですね、なんとここも上に避難できるように
この全部の車線一方通行にしちゃったんですよ。はいはいはい、いやあれ見た時に自分鳥肌立ちましたよ。もう誰がこれ考えてこれね、俺が責任取るからってやったのかなと思うんですけど、すごい、いや本当にこれ警察すごい、こういったことができるなんてね、本当にあの建前とかね、誰が責任取るんだとかそんなことじゃなくて、やっぱ一人でも多くの、やっぱり人々をね助けようっていう、そういった思いからこれをねやったと思うんですけど、これ決断された方ってももう称賛されても、いやこれは本当に沖縄県が表彰しないといけないんですよこれはね。 あとですね、はい、このあの辺の地域の情報話して思い出したんですけれども、なんと米軍基地のその地域の方向けにゲートを開放して避難経路としてやってましたね。で、はいはいはい、この情報ってまあ国会議員の下尻愛子さんの X で、発信されてるんですけれども、もう普天間基地の大山ゲート、佐賀下ゲート、野岳ゲートで、あとフォスターの北前ゲートとか、うんうん、リージョンゲート、あと海軍病院の方のゲートも開放してるってことで、もう基地の情報も上げられてましたね。でもこういった情報っていうのは私たち県民にはあまり伝わらなかったですよね。そうですね、報道とか見ても沖縄のまあ新聞テレビもいろいろ情報を発信してたんですけれども、その中にはなかったですね。ただその新聞とか新聞の情報で見たのは翌日なってからです。そうなんですよ、これ米軍がねゲートを開けて一般の人を中にね避難させてたことを新聞が報道したのはなんと翌日、はい、ね、その日もねこの津波警報当日も新聞は矢継ぎ早にいろんな情報を発信してましたけど、はい、こういったの一切やらなかったんですよね、ということはやっぱり基地嫌いだからやらなかったのかなと受け取られても、これ仕方ないことだと思いますけど、こういったね緊急事態、人の命がかかってる時にはね、基地賛成反対関係なくね、やっぱり報道すべきだと私は思うんですよね。そうですよね。それと、さっきね職場にはラジオもテレビもないところいっぱいあるっていうのを私言いましたけど、今ねこういった緊急事態が起きた時にいわゆる情報を、ね、収集するツールとして、まあ、多くの方々が、ね、今スマホを使ってると思うんですよね、はい、でスマホを使うということはその中のいわゆるインターネットの情報っていうのをみんなやっぱりリアルタイムに見ているということなんですよ。そうですね。で私もねこのリアルタイムに津波の情報とかインターネットで見ていましたけど、これがね全く発信をしなかったところがあるんですよ。これね皆さんすごいですよ。3メートルの津波がね襲ってくると、沖縄本島あと1時間で襲ってくるというのに何一つ情報発信をしないでね知らん顔してたのはなんと沖縄県の玉城デニー知事なんですよね。はい、いやすごいですよ皆さん。普通知事だったらね矢継ぎ早に緊急速報3メートルの津波が来ます、皆さん車をね車では間に合わない可能性があるのでとにかく高いところ建物に避難してくださいとか発信すればいいのに、だんまりですよね。なんかねハンス当時の本山君と対談した時のやつをリツイートしてそのまんま情報発信止まっていたんですよね。はい、これってマンゴーさんちょっとおかしくないですか。ちなみに石垣市長とかね浦添の松本市長バンバン発信してましたからね。はいはいはい、はい、どうでしょう皆さんラジオを聞いてる皆さん、そういったなんか緊急事態が起きた時に松本市長やね石垣の中山市長のように矢継ぎ早に情報発信をするトップと、全然こういった情報発信をしないで知らん顔してるトップ、これってマンゴーさんかなりやばいんじゃないですか。そうですね、一応那覇市も
もうこの警報が出てすぐにもう LINE で情報発信されてましたし、うん、沖縄県ってのは県庁のホームページ見たら防災関連のアカウント X と Facebook には持ってるんですよ。でそこからリンク飛べるようになってるんですけれども、 X の方はただ気象庁の、URL をコピーしただけ。 Facebook は2019年に情報を載せたのを最後にそんなに情報載けてなかったですね。ありえないですね。こうやって行政側、市民県民を守る側の行政側が情報発信を全くやっていなかったっていうのは、これまさに蛮子に値すると思うんですよ。でいろんなね、民間の人たちが情報発信をしたり、どこどこ混んでますよっていう、そういった話がねネットで伝わったりとかあったんですけど、はい、本来そういったことを率先とやるべき県がそれをやっぱりやってなかったっていうのは、私これ大失態だと思うんですよね。うん、それと今回私思ったのは、沖縄っていうのは車社会じゃないですか。はい、で高台までねすごい距離があるんですよ。ですね。うん、例えば今私たちが喋ってるこの、前田の FM21 はこの辺りで一番高いところですよ。はい、ね、普天間基地より高いところだと思います、ここは。はい、はいはい、こういったところを目指してね、いろんなところから車が上がってくると思うんですよ。ところがここ海のそばの例えば港側あたりからすると、ここに来るまで普通でもだいたい15分かかります。はい、これがもしね津波が来るっていうことで大渋滞をしたとすれば、15分どころかね30分40分かかる可能性があるんですよ。下手したら1時間、1時間かかる。で津波は30分で来ると、そうなるとどうなるかというとね、渋滞してみんなでも早く行けってクラクション鳴らしてるその列に津波が襲いかかるっていうことになってた可能性があるんですよね。うん、今回はでもね、皆さん本当にたまたま大きな津波じゃなかったから事なき得てますけど、これもしね今回の津波が東日本大震災クラスのね10メートルを超える津波が来ていたら、多分この沖縄で数万からね十数万単位で自分犠牲者出たと見てるんですよ。うん、だからこういった時のことをね普段からやっぱり対策していたかっていうと全くされていないっていうのがね今回の津波騒動でやっぱ明らかになったと思います。うん、で私思うんですけど、こういった緊急事態の時にいわゆる車とかを使って横に逃げるよりは縦に逃げる、うん、つまり高いところに逃げるっていうのがね私はやっぱり命を救う近道だと思います。うん、じゃあ高台は遠いのにどうするのっていうことになるんですけど、こういった時はですね皆さん近くにある高い建物です。例えば西海岸道路、はい、西海岸道路だとそこでねもう目の前海じゃないですか。うん、そういったところでやっぱり逃げ込めるとすると、三重のパルコシティの屋上とかね、はい、あと若狭近辺だと県営住宅の上とか、そういったところにやっぱり逃げるっていうのが必要だと思うんですよね。ただしそういったところっていうのは中にはオートロックとかかかってて、はい、一般の人が入れないようになってるところもたくさんあるんですよ。はいはいはい、ですから今回の件は私教訓にしてですね、やはり行政というのはその地域にある例えば5階建て以上の建物、これ個人のマンションだろうが公共施設だろうが、あと企業の建物だろうが、そういったところと協定を結んでですね、はい、万が一そういった津波警報が出た時には屋上への通路を開放してくださいと、そういったね協定をね私結ぶべきだと思います。そしてその協定を結んだ建物の出入り口には津波警報発令時には、開放しますということで、そこにね看板貼り付けといていいと思いますし、また普段から、こういった広報誌
そういったのたくさん毎月のように発行されてますけど、それに津波避難マップとしてですね、その人たちが避難できる建物、それをマッピングして印刷して、それをみんなに配ってもいいと思うんですよ。ああ、これってまあ南市内ですと、まあ結構繁華街にはホテルとかもいろいろあるでしょうから、そうそうそう、ホテルとかね、そういうところも活用できるんじゃないかなと思いますね、うん。まあ確かに南市内には津波避難ビルっていうのがありますよ。はい。でもあの辺りにいる人がみんなそこに入れるわけないじゃないですか。あの辺りだとやっぱり近くにある大きい建物っていうと、うん、ホテルとか、まあ飲食店が入ったビルとかも、そうそうそう、ホテルなんかもありますしね。国場川の近くには国場組の大きな建物もありますよ。そこにも一応避難されてる方がいます。そう、あれみんな社員らしいんですけどね、はい。まあ、ですからこういったことをね、今後今回の津波騒動をね教訓にして、行政はね、こういった災害対策課っていうのがあるんであれば、その地域地域のこの大きな建物と交渉をして、津波の時には屋上に上がる通路を開放してくださいねと、そういったことをね協定を結んで市の広報誌とかに載っけていく。で、特に子どもたちがいる幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、こういったところはもうね、今からでも独自にでもいいですから、そういった近くの大きな建物とね直接交渉をして、何かあったらうちの生徒たちここに避難させていいですかっていう協定も結んでいいと思うんですよ。はい。そういったことをしないでね、情報発信もしないで、なんか県庁に来たのは津波が到達予定の時間を過ぎた後に来たらしいじゃないですか。これでね、対策本部なんて言ったって、お前たち半基地だともうリアルタイムに反応するのに、こういったね大事なことになると反応しないのって、とっても私不思議に思ったんですよ。マンゴーさんどう思いました？前米軍のヘリが普天間第二小学校に部品を落としたってことがあったんですけど、その時っていうのはもう小野田知事、県の対応っていうのはびっくりするぐらい早いなと思ったんですよ。はい。もう原子よりも剣の速さがすごいなって思ったんですよ。ただその時の迅速さっていうのが今回の剣の対応からは感じられなかったなと思いましたね。それと、もともと過ぎれや暑さ忘れるでですね、6月に県議会議員選挙があるせいか、もう全くこの件についてね対策を取ろうという声が全く聞こえてこないんですよ。本来であれば今回のこの津波騒動で至らないとこいっぱい出てきたと思います。それをどん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 やっぱりね改善につなげていく、できることはやっていこうということをね、やっぱり目に見える形でやらないといけないのに、目に見える形で見えるのは選挙に向けた違法ポスターばっかりじゃないですか。違法横断幕とか、こんなことは一生懸命やるのにね、人の命を守ろうっていうことをやってんのっていうふうに、何のための政治家なのっていうのを私とっても憤り感じるんですよ。政治には政治しかできないことがあるんですよ。それがね、選挙運動することが政治にできることって言ったら、こんなバカなことないですよ。みんなやめちまえなんてね、私思いますけど、はい、本当に今回のこの津波騒ぎで、具体的な対策を声に出してる政治家って何名います？全く見えてこないんですよね。それって皆さんおかしいと思わないですか？今のように各地域、特に標高が海抜2メーターとか3メートルのところの人たちがすぐ避難できるように、地域のそういった高層住宅、企業、ホテル、そういったところと連携をして避難場所をどんどん確保する、ね、そういったことも必要で、今回の、まあ、議論案書のように幹線道路、海につながるね降りていく道は封鎖して、全線をね上に上がるようにね、この規制をするとか、
いや本当に自分あの両側の車線がね全部高台に登ってる車見て涙出ましたよ。これ誰がやったんだろうってね、うん、間違っても電位ではないと思いますけどね。はい、そういったことも必要で、最近では那覇で路面電車を走らすっていう話も出てきましたよね、うん、で私思ったんだけど、前からこれ言ってることなんですけど、こういった車社会の沖縄で今渋滞っていうのが大問題になってますよね、はい、まあ、そういった中でやっぱり渋滞緩和っていうのはやっぱりモノレールとか路面電車で解決しないと自分思ってるんですよ、うん、つまり道のキャパシティをもっと上げていかないといけない。ところが道を作るには土地がないと。じゃあどうするかっていうことなんですけど、これ前に自分の7年前からずっと提唱してるアイデアがあって、うん、那覇空港のあたりから北谷まで、ね、この国道58号線を高層化して、いわゆる2階建てにしてですね、そこを信号なしのノンストップでね、北谷まで行けるような高架道路を作ると。まあ、途中途中登るところ、降りるところ作りますけど、それを、あの、普天間基地のような高台に、いわゆる避難道としてもつなげると。何かあった時にはこのね高架道路に避難所としてみんなでやっぱり避難すると。今回もあの沖縄県内各地のあの高架道路に多くの人たちが避難しましたよね、はい、そういったのをねこれ国道58号線の上に作っていいと思うんですよ、はい、普段は北谷までのバイパスとして、そして緊急時にはいわゆる避難路として、ここからね、例えば普天間基地にノンストップで入れるとか、そして島の人たちはここにね上がってきてここで津波から避難するとか、そういったものにね沖縄っていうのはもっともっとお金使っていいと思いますよ、うん、なんかね選挙の人気取るのばっかりの政策ばっかり上げてる人たちいますよ。そうじゃなくて普段のそういった社会問題解決しながら緊急時にはそういった人の命を守るという、そういったインフラ整備っていうのも私必要だと思うんですけどね、うん、まあ、こういったことを考えている政治家が全くいないのがあまりにも残念だなっていうふうに私思いますけど、うん、本当にあの今回のね津波騒動と皆さんの横のね移動じゃなくて縦の移動っていうのはやっぱり真剣にあの考えてほしいと思います。行政がやらないんだったら、ね、自分たちでそういった建物のオーナーと交渉してですね、津波来た時にここに逃げてきていい、うちの保育園の子供たちここに逃げてきていいですかっていう、そういったことを今から始めてもいいと思いますよ。実際に海抜2メートルとか3メートルのところにある保育園っていっぱいありますよ、うん、そういったところから小さな子供たちが徒歩で逃げるって言ったってね、遠いところまで絶対に行けないですよ。いや難しいでしょうね。そういう高台のない平地だったらどうするのと。そうなると逃げるところは目の前にある高いビルしかないんですよ。そこが助けてって言った時に鍵閉まってたと、入れなかったと。そうなるとね後になったら自分後悔すると思うんですよ、うん、だから今日ラジオを聞いてる皆さんもね行政がね何かやってくれるのを期待しても無駄です。あの特に今の沖縄県対策本部作ったのも津波到達予定時刻過ぎてからだしデニー知事に至っては津波の件についてツイートしたのは2日後でしたですね。2日後、その日じゃないです。2日後にやっと言及した。で沖縄県の公式の防災のページではリンクだけ流してるだけで具体的なことを何も書かないと。ただもう気象庁のページのリンクだけですもんね。じゃあ沖縄県なんていらないじゃないですか。気象庁に任したらいいんですよ、もうこうなったらね、はい、そういうふうにやっぱり行政っていうのは至らないとかいっぱいあるんで、特にあの保育園の園長先生とか、あと
学童の方とか、本当に近くの建物の管理会社とかオーナーと話をして、毎日の時ここに子供たち避難させていいですかっていうことで、きちんとね協定作って、普段からそこに逃げ込む避難訓練もねやっててほしい。子供っていうのはやっぱり日本の宝ですよ。子供たちは未来ですよ。それをね、災害でやっぱり失ってしまうっていうのは、こんな大きな損失はないですから、行政が何かやってくれるまでね座して待つんじゃなくて、本当に今すぐにでも近くのそういったね高い建物のオーナーさんとね直談判して、毎日の時には子供たちここに避難させていいですかと、保護券もらえればね避難訓練をね普段からやる、みんなでねそこに何分で逃げられるかっていう避難訓練もやればね、私今回3メートルっていう話でしたけど、5メートル10メートルの大きなのが来てもたくさんの人々の命救えると思いますよ。そういったね具体的なこと、やはり行政に期待するんじゃなくて、自分たちにできることはもうすぐ自分たちでねどんどん進めてほしいなっていうふうにね自分は思ってますよ。でもねここまでマンゴーさん、はい、無能だとは思わなかったですね本当に無能ですよ。何の呼びかけもしない。いやもう本当今って市町村の議員さんが、市町村とか、まあ、県政野党の方々がいて、まあ、なんとか回ってるのかなって思いますね。中心的になって、やっぱり、先導すべきは県だと思うんですけどね。はい。はい、ということで、今日もね、あっという間に時間が来てしまいました。もう今回はね、大きな津波じゃなかったので、事なきを得ましたけど、いつまた大きな、ね、本物の津波が襲ってくるかは分かりません。まあそういったところに、ね、時のために、ぜひね、特に子供を預かってる保育園とか、幼稚園とか、小学校、中学校、高校、はい、そういったところは、ぜひその地域の、ね、大きな建物を持ってる方々と、まあ、直接でもいいですから、もう協定結んで、普段からの避難訓練、もうどんどんやっていただきたい。はい。津波が来てから慌てるんじゃなくて、来たら来たですぐ逃げられるような体制をね、ぜひ作ってていただきたいと、私は思っております。と、はい、いうことで、今夜の放送、これにて終了します。皆様、ご視聴、誠にありがとうございました。はい、ということで今夜の放送をこれで、はい、終了でございますが、今回はですね本当にたまたまなんですよ。たまたま大きな津波が来なかっただけでね、自分実はこの沖縄っていうのは、この沖縄本島と大東島の間に琉球海溝っていうとんでもない深いところがあるんです。そこって太平洋のプレートがこちら側のプレートの下に潜り込んでるところで、いつ大きな地震があってもね、私おかしくないと思ってる。もしそこで大きな地震起きたら、地震だけじゃなくて津波も間違いなく来ますよ。で、今回の台湾、あの辺りで起きて沖縄本島の津波がもし5メートル、10メートルに押し寄せたら、もう大変なことになりますよ。津波なんて来ないさーじゃなくて、普段から来た時のやっぱり備えをするっていうのがね、私大事だと思います。これは何も
津波の避難だけじゃなく、台湾有事、はい、そしてこの沖縄の有事についても同じだと思うんですよ。津波の避難の対策を考えるより津波が来ないことを考えよう、そんなバカな話ないですよね。ところがあちら海外はこういった台湾有事の件で何か起きた時のために、シェルターを作って、ね、避難するとこ作りましょうって言ってたら、有事が起こらないことがまず大事だって言うんですよ。そうなると津波の件にすれば、津波が来ないことがまず全体条件だって。マンゴーさん意味わかります？全然わかんないですよね。まあ、沖縄戦の時ってのは、ガマに逃げて、ガマに逃げた人たちっていうのは、多く生き残って、その方々が、先人の方々が生き残ったからこそ、今の沖縄がある、じゃないですか。だから、やっぱりそういう設備も必要です。そうやったら、相手国を刺激するって言ってる意味がわからないんですよ。で、ガマも、そういうシェルターもダメ。で、宮古八重山の方から、九州方面に避難するの、これにもケチをつける。で、外交でどうの方の言うけど、外交がダメだったらどうするの？ 100% うまくいく保証あるのって言いたいですね。そうなんですよね。だから本当におかしな話なんですよ。ね、台湾有事に備えてシェルター作るよりは、まずは台湾有事を起こさない平和外交が大事だ。じゃあ、津波に関しては、津波の避難路をね、作ったり、津波に避難する建物と協定を結ぶより、まずは津波が来ないことが大事だって言ったのと一緒なんですよ。これをね、平気で言ってるあちら海湾の人たち、もう少し、ね、普段言ってる命ず宝の本当の意味をね、私は考えていただきたいと思っております。はい、ということで今日はマンゴーさんと二人でのワンルーム、皆さんいかがでした？初っ端からなんか放送事故みたいなのかましてましたけど、はい、また近々マンゴーさんのコーナーもね、復活しますんで、また皆さん期待してください。それとマンゴーさん、視聴者の皆さん一言お願いします。一言。はい。いや、もう本当に、まあ、沖縄でもありますし、やっぱり県外とかでも、まあそういう可能性あるんで、皆さん、日々防災に関しては気をつけながら、しっかり過ごしていきましょう。はい。今日もありがとうございます。はい。ということで、これからも、やっぱり人の命を救う防災減災については、どんどん、ラジオで情報発信をさせていただきます。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございました。